混沌の時代。ご主人様。ご主人様、大丈夫ですか？しっかりしてください。早くここから逃げないと。モナの言う通りです。今です。攻撃を。この程度では足り簡単にはいかないようです。タビに任せて。あなたはこれが進化。やあモナ、よく選ばれたってのはそいつ。ご主人様、このままこれが最後だと思って。聞いて。失望したよ。息の根が止まるまで。2秒。僕が収める魔界は楽しいよ。世界は欲望に満ちて。やっと外に出てくれましたね。早速ストーリーへ行ってみましょう。ついに繁華街に。なぜって、早速チュートリアルを始め。ご主人様の行く手には手と手を取り合って。盛り上がってるところ悪いけど、もう帰ら。戦闘が始まりました。下にはご主人様のチーム。上に見えるのが敵とメンバーたちは、時間が経つとゲージ。よくできました。今度はクリティカルについて。ノーマルスキルは一点。なかなか。ざっとこんなもんって。あれ、待て。さすがです。さあ、さすが。ではもうお気づきとは思います。スライドスキルは複数の相手。よくできました。スライドスキルは強力。
今度は勝利への鍵。ドライブスキルを発動した後、タイミングに合わせて。モナにお任せください。よくできました。さすが未来の魔王様。それではフィーバードライブスキル使用時の判定によって、パーフェクトフィーバータイムはこの今回は特別に、すぐにフィーバー、もうだけお任せください。もっとサクサク戦闘を進めたい場合は、指が痛い。ちなみにモナ、素晴らしいの一言につきます。ここまで頑張ってくださった可愛いご主人様のために、すごくいい感じ。ご主人様にふさわしいチャイルド。下にあるメニューのチャイルド、多くの人間と多くの欲望、そこに需要と供給、悪魔の力を必要としている人間を探す。それこそがこの世に可愛いご主人様。